はい、皆さんこんばんみ、スマホ配信者のグッズでございます。今回ね、エツリガンのワールドヒーローズよりサスケデルタガンダムができましたので、見ていきたいと思います。はい、見てみろやということで、よいしょと。狼と狐モードでね、一回待機させてます。これがね、サスケデルタ、これがね、このサスケデルタのね、ガンダムからこういうとこ落ちたけどね、これがね、狐になるんですよ。で、口にね、武器をね、加えさせることができるんですよ。これパーツを外すと別に武器なしでもいけないんやけど、まあかっこよく行くことができます。で、ここにね、武器を収納する鞘もあったりして、鞘はなしでも、あの手裏剣でもいけるっていう感じですね。あと手首ガム、手首パーツがね、一ついたあって、これでね、ポーズを忍者らしくすることができます。シールはね、そこそこあって、で、あとで説明するけどね、一部さ、すげえ貼りにくい場所があって、まあ胸のとこやったっけな、一部ね、あ、肩か、どっか、ちょっと腫れてんな、腰や、ここか。ここの部分が切れちゃって、ぐにゃぐにゃなって、ここほんま貼らなあかんねんけどなくて、まあいいやってなって、今回ちょっと断念したんですよ。で、シールがないっていうの、これね、もともとこういうシールなんですよね。この片方あって片方なしのシールになってます。うん、こっちも片方あって片方なしの、こういう感じのシールになってますんで。で、これは今からね、ガンダムにしていきますが、ちょっとよく見てみると、ちゃんとね、キツネモードみたいにほらなってるんですよ。かっこいいね。こんな感じで、足がね、これ足なんですけど、こう重ねることによって尻尾になるんですよ。尻尾になるっていう、すごい。まあ、こんな感じになります。ね、武器をまず外して、でこれはね、収納できますので、同じ形に収納して、よいしょ。逆かな。逆だ。こうね。で、この状態で僕もあんま覚えてないんですよ。覚えてないって。まずね、まあ頭外した方がいいかな。頭はね、ガバッとすると、この口以外取れるんですよ。こういうふうに。で、手の、ここ。これをまず取ります。よいしょ。で、ここもね、手の場所。これを取る。ここはね、クリアパーツでね、気をつけてください。折れたりしますね。ゆっくりやってください。よいしょ、取ります。そう、こんな状態なので、まず手を、このマーク、この錆び方みたいになってるとこが前なので、手だけを横にする。ここね。手だけを横にして、よいしょ。で、こんな感じで。で、足は、まずここの、足をまず分割して、ここを収納。あ、ごめんね。取れたね。上についてるのか。これがまず収納。こういう。こう。これも。取れた。結構ポロポロ取れた。ここはね、取れやすい。まあ、取ってもいいけどね。これは、こうやって取っていて。で、これは上向きだね。この足が、狼の足が胴体にして上向きにする感じでつけます。ここはね、ちょっとはまってるね。ほんまにはまってるだけなんで。まあ、こんな状態でしといて。で、足を横に開く。ちょっと持ち上げて、ちょっとこう、硬いんですけど、こうか。で、これを、まあね、ボロトチの、ここ結構ち。ほんまにはまってるか。まあね、鎧パーツをはめ込んでるだけなんで、そう取れます。これはね、この三角と、この下と一緒に、別々動くんですけども、一緒に動かした方がいいかな。で、この状態で、胴をまっすぐにして、腕を下ろす。で、これ大体一部できたので、よいしょ。まあ、こんな感じでしょ。落ちた。まあいいや。で、頭は、まず、前を外す。こうね。で、ここの、このパーツは、こうか。こう外して、で、後ろも外します。こんな感じね。で、前は、これをはめて、こう。で、あ、ごめん。これはめる前に、ごめんね。忘れた。ここのくぼみを、こう持ち上げると、ここ取れるんですよ。こう。これが分割されます。で、ここの穴に、これ、
このね、口にはめてたパーツをはめる。はめながらこの状態で、これを元に戻します。どうやったっけ？逆か、こうか。こう。これ逆やったっけ？あれ？こっちで折ってんのか。で、あれ、なんかお面逆じゃね？逆だな。ちょっと待って。これ逆だわ。まあ、どっちでもいいやけど。あったった。こう。こっち向きね。右、こっちが正解ですね。ごめんね。こっちが正解な。どっちでもいけるんやけど。あ、これだね、結構。ここがちょっとね、僕の親指でやりにくいのです。持った状態で。こうはめて、こう。こっちね、こっちが正解ですね。で、これは、後ろを向く。ここちょっと硬いので、折れんように、ここ曲げて、後ろに。で、まあ、曲げてもでいい。これがこう曲がります。で、この状態で、これを、顔を、この中に入れて、こう。で、お面の前に、これか。これを頭をここに入れて、お面は、ここね、ここの間に、ここ？ここの受けとここの受けが入るので、こういう風につけます。これ割と軽くはまってるだけなんで取れますね。で、後ろの、この穴、さっきこの角が入ってたとこの穴に、手裏剣を刺す。で、そしたら、最後に、まあ、最後じゃなくてもいいけど、武器いうか、このね、狐の手は、この、見えるかな？ここの穴、この穴、この穴と、ここの穴が、穴いうか、これが合うので入れます。こう。そうすると、鉄鋼になるのかな？グローになるっていうか。これもそう。この状態で、入れて。これでね、で、サスケデルタの完成。ここのパーツが、首がね、結構硬いし、干渉するので、割とね、動かしづらいかな。とこね、全部が全部挟まってしまって、こう動きづらい。こんな感じで。結構パーツがね、全部干渉して、動かしづらいですね。でも、まとまった感じが、やっぱり良くて、武器はちゃんと収納されてますね。武器はちゃんとね、取って、右腕に、こう、つけることができる。これね、硬いの。こんな感じで。で、はめて、これが、こうか。手裏剣も出すことが一応できんのか。それできるけど逆になるのね。そうそう。あんまり見た目よくない。で、手首かパーツがね、ここ右、右か。右についてるので、これをはめて、パッケージ通りにやるとこういう風に、ね、この通りだとこういう風に、こう。かっこよくない。このお面って結構いいよね。最初見たときちょっと変やったけど、すげえまとまってて、すげえかっこいい。こんな感じで、よし、横。ちゃんとパーツも収納されて、すごいまとまった。ただ、肉抜き穴がちょっとね、目立つけど、まあいいかな。バックパックはちょっとないのにけど、刀でね、フォローしてるので、感じで横と。ただ、ジルト安定性がすごい悪いかな。こうしっかり足をしてやってやった方が、あ、いけるね。いけんね。いけるけど。ほんまいいよ。あれはなくなるうちに買っといた方が、結構今、僕のところももうこれでなくなったから、そう、早めに買った方がいいとかっこいい。こんな感じじゃない。ちょっと青のね、クリアパーツとコーンとちょっとマッチしてて、ほんま忍者らしくてかっこいい。で、まあ、キツネモードもね、そんなに対して悪くなくて SD 体験ちゃんと落とし込んでるなっていうのが、僕にはすごく良かったです。今回は以上ですね。
ックでした。また見てな。じゃあね、バイミー。